グロテスク、グロテスクとは古代ローマを起源とする異様な人物や動植物等に曲線模様をあしらった美術様式。グロテスクの語源は地下墓所や洞窟を意味するイタリア語グロとギリシャ語のクリプット隠れた場所に遡るラテン語のクリプタ地下墓所、洞窟に由来するである。ここで洞窟というのは西暦64年のローマ大化の後に ネロが建設を開始した未完の宮殿群、ドムス・アウレアの部屋へと回廊のことを指す。これらは長い間放置され、地中に渦漏れていたが、15世紀になって再発見された。ドムス・アウレアの宮殿群は過度な装飾様式の美術品で飾られており、再発見されてから模倣されるようになった。そこには人、動物、植物などをモチーフとした装飾壁面が施されており、 自然法則や本来の大きさを無視して人から植物へ、さらには魚、動物へと連続して変化する奇妙な模様が見られた。世紀ルネサンスの16世紀にラファエロがその模様をバチカン宮殿回廊の内装に取り入れ、これが地中イコール洞窟で発見された古代美術からグロテスク装飾と呼ばれるようになった。また、ラファエロが復興させたグロテスク文様を指して、 ラファエレスク文様とも呼ぶ。グロテスク装飾はマニエリスムの時代にも多く使われた。今日では、グロテスクという語は奇妙、筆怪、周回、不調は不気味、奇抜なものを指す、総造的な形容詞として、風変わりで歪んだ形を指して使われるようになってきている。日本語では、この意味の場合、グロ、グロイなどとも略される。美術においては、グロテスクは、 花飾りと小さく幻想的な人間と動物の像とを織り混ぜたアラベスクの装飾的な配置であり、通常はある種の建築構造の周辺の対照的なパターンとして配置される。これは確実なものではない。このような衣装は古代ローマでフレスコ壁画や床のモザイクなどとして流行していたもので、ウィトルウィウス、紀元前30年頃はこれらを無意味で不合理なもので。 あるとして退りける文脈で身に優れた描写をしている。カールした葉を伴う足が縦溝彫りの柱にとって変わり、渦巻き飾りがペディメントの代わりとなり、枝付き植材が神殿の彫像を指示し、その天井には人間の顔が意味もなく乗った細身の足と渦巻き飾りが生えている。ネロのドムスアウレアが15世紀末に偶然発見された時、 1500年の間土砂に埋もれていた部屋は地下洞窟、グラトの様相を呈しており、フレスコや繊細なスタッコによるローマの壁面装飾は一発見であった。この装飾はラファエロ・サンティとその弟子の装飾が形によって紹介され、グロテスクはローマのバチカン宮殿の一元のラファエロの部屋の一部を構成するロッジアで完全装飾体系へと消化された。この装飾は 古典主義のオーダーに慣れ親しんでいたが、古代ローマ人たちが、自宅においてはしばしばそうした規則を無視して、より幻想的かつ形式ばらない、軽快さと優美さに満ちた様式を採用していたとは、思いもしなかった、多数の芸術家たちを驚かせ魅了した。これらのグロテスク装飾では、期待席、または枝付き食材が中心点となりえ、枠は土台の一種として、周囲の衣装の一部となる。 渦巻き模様へと延長されていた。軽快な渦巻き模様のグロテスクは、付け柱の枠の中に閉じ込められることで整理され、しっかりした構造を与えられていた。ジョバンニダ・ウディーネは、近世ローマのビラで、最も影響力のあったビラマダマの装飾に、グロテスクのテーマを採用した。エングレービングを通じ、グロテスク様式の表面装飾はスペインから、 ポーランドまでに至る16世紀ヨーロッパの芸術上のレパートリーとなった。後のマニエリスム、特にエングレービングでは、クロテスクは古代ローマ人やラファエロが用いていた、風通しの良い十分に空間を分けた様式と比して、非常に密に詰め込まれたものになる傾向があ、クロテスクはすぐに寄席細工に、1520年代後半からは、特にウルビーノで生産されたマヨリカ焼に、さらには、 書物の挿絵や、その他の各種装飾にも出現するようになった。フォンテーヌブロー宮殿では、ロッソ・フィオレンティーノとその弟子たちが、帯飾り、ストラップワークの装飾形式とグロテスクを組み合わせ、石膏や木の素像での革紐の描画を、グロテスクの要素とすることにより、グロテスクの行意を豊かにした。バロックではあまり用いられなかったが、新古典主義でグロテスクは再び息を吹き返し、 ポンペイや、その他のベスビオ火山周辺の遺跡で発見された古代、ローマの作品から、さらなる刺激を受けた。クロテスクはその後の帝政様式や、ビクトリア朝時代でもますます重厚になりながら、用いられ続け、衣装は16世紀のエングレービングと、同じほどに密に詰め込まれ、優美さや幻想性は失われる傾向にあった。18世紀イギリスの建築家、 ロバート・アダムも、グロテスク風模様を洗練させたゴシック装飾を得意とし、アダムスタイルと呼ばれた。時間を遡って語義が拡張され、中世の装飾者本における、余白に描かれた親指台の犯人の装飾模様であるドロルリーも、また現代の用語では、グロデスクと呼ばれる。現代の挿絵芸術では、グロデスクアートもしくは、ファンタジーアートと呼ばれるジャンルにおいて、 口互的な意味での、グロデスクな図像がよく見られる。フィクションにおいては、共感と嫌悪感の双方を抱かせるような人物が、グロデスクであると、通常考えられている、嫌悪感の身を抱かせる人物は単なる悪党か、怪物である。身体的に危険の、もしくは知的に遅れた人物が、その明確な例であるが、身をすくめさせるような社会的特質を持つ人物も、これに含められる場合がある。 読者はグロテスクな人物の肯定的な側面に興味を惹かれ、その人物が暗黒的な側面を克服できるのかを見届けるべく読み進めるのである。シェイクスピアの嵐ではキャリバンの人物像は単なる軽蔑や嫌悪感よりもニュアンスのある反応を引き起こすものとなっている。ビクトル・ユーゴのノートルダムの瀬虫男は文学で最も有名なグロテスクの一つである。 フランケンシュタイン博士の作り出した怪物や、オペラ座の怪人や、美女と野獣の野獣も、まあ、グロテスクと考えられている。ロマン主義的なグロテスクの例は、エドガー・アーラン・ポー、ETA、ホフマン、シュトゥルム・ウント・トラング文学や、ローレンス・スターンのトリストラム・シャディなどにも見出される。ロマン主義でのグロテスクは、笑いと法上性に満ちた、中世のそれに比してはるかに陰惨なものである。 グロテスクは少女が彼女の幻想世界で幻想的なグロテスクたちに出会うというルイス・キャロルの不思議の国のアリスによって新しい形を与えられた。キャロルは人物たちをより醜悪でなく児童文学にも適しているが、しかもなお全くもって奇妙なものにすることに成功している。南部ゴシックはしばしばグロテスクと同一視されるジャンルであり、 ウィリアム・フォークナーがよくその舞台監督として引き合いに出される。フラネリー・オコナーはなぜ南部の作家たちが特に奇形について書くのかと問われたら常に我々が未だにそうした人々がいるのを認めるからだと答えていると書いている。頻繁にアンソロジーに収録されるオコナーの短編全人はなかなかいないでは連続殺人魔のミスフィット社会不適合者は明らかに不具な精神を持ち 人命に全く頓着しないが真実の探求に借り立てられている。この作品でのより目立たないグロテスクは礼儀正しく小煩悩なおばあさんであり、彼女は自分自身の驚くべき自己中心さに着替えていない。オコナーの作品でしばしば引用されるもう一つのグロテスクの例は短編、精霊の神殿である。合衆国の小説家、 レーモンド・ケネディもグロテスク文学の伝統に結びつけられる作家でる。グロテスク演劇は、イタリアで1910の1920年代に活動した反自然主義演劇の劇作家たちの一派を指し、不条理演劇の先駆者であったとしばしばみなされる。建築の分野では、中世ヨーロッパの教会建築の装飾に見られる、奇怪な生物の彫刻をグロテスクと呼ぶ。 このタイプの彫刻はまた、キメラとも呼ばれる。しばしば、ガーゴイルと混同されるが、ガーゴイルは、建物の側面から水を排出する、雨どいの集団として掘られたものを指す。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。